スープは大事ですね。熱いこうスープがあると、なんかおかずとして食えるというか。どうした？キララがね、めっちゃうるさいんですよ、夜。まあ、めっちゃっていうか、ニヤニヤ泣いてるのが、ってこう甘えるような声をね、やたら出すっていう、長時間にわたり。原因は分かってる。原因は おやつを欲しがってる。俺おやつちょっとしかあげないからね。あとほら体にいい、まあ、ダイエットフードっていうか、まあ、年齢が来たらこうね、肝臓とかそういう、まあ、美味しくないんでしょうね、きっと。食べないんですよ、全然。変えてるんですけど、その、なんだろう、もう体にいい食べ物で変えてるんですけど、美味しくないんでしょうね、きっとね。これは猫じゃないからちょっと分かんないけど。夜さ、猫ってほら、夜行性でしょ。もう元気になるんですよね、その、おやつを食いたいのと夜行性が合体して。ビビは全然そのね、あんまり癒やしくないです。やっぱキララは結構、ぐいぐい行きますね。まあ、最近この賞味期限がね、ちょっと近づいてくる。保存食っつうの、ずーっと食べずに置いてたんです、もらったもの。ね、結構長いことあるからね、沖縄来て。忘れないうちにそうそう食っていかないとなっていう。からの、最近これ多いね。癖になるほどうまい。これぐらいがちょうどいい。辛いからスープがなんかもっと辛く感じてきた。チューチューであげると喜ぶけど、お腹すくと、もうほんと食べずにね、もう俺がもうおやつをくれる人ってなってんの。もうおやつを出すまでずっとひたすら泣き続けるっていう、泣き続けるっていうか、
みたいな、こう、なんかこう、鼻声みたいなの出すんですよ。にゃーってあんまり言わないんですよ。その甘える時なんか、うーん、みたいなもん、うわー、めって、ね、ベッドの上からね、寝てるか、俺も寝て眠たいね、うっさいなと思いながら手を出してこう、触ってあげて、手を出したら手に寄ってくるから、手にスルスルするんじゃん。もう寝ながらこう、入ってやるんですけど、飽きるまでね、彼女は。あとは水を飲んでお腹を満たす。そうすると、そうすることによって、そうすることによってお腹が満たされ、チルチルな、最後にやったのいつだっけな、いつやったっけな、チルチル最近やってないね。最近こうちっちゃなパックに入った、これぐらいのパックに入ったやつがあるんですけど、多分それは1パック普通はあげるの、俺1パックじゃなくて、ちっちゃいやつに6粒入ってるんですよ。それを3粒ずつしかあげないんですよね。多分2日に1回ぐらい、せっこいでしょう。それはね、しょうがない。癖ついちゃうってよくない。さあ、久々に YouTube でもやってみるか。今日皆さん、楽しい一日、安全な一日。1分1秒大切に。残り限られた人生を地球のために使ってください。チュルチュル食べる人。チュルチュル食べる？虫。チュルチュル食べる人。チュルチュル食べる？虫。いや、めっちゃ見てるんですよ。集中になるか。チュルチュル食べる。食べるよ。食べないっていう猫いなさそうっすもんね。まあ、最近あげてないしね、チュルチュル。君たちは YouTube の声に反応してたんでしょう。その割にはちょうだいって声を上げなかったでしょう、声を。やっておいで、こっちね。ゴー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 ゴもう分かってるね。ああ、キララはテーブルの、キララはね、テーブルの、分かった、ちょっと待って。ほいほいほい。ちょ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 。ちょっと待って。ビビちゃんこれ、はい、そうなの、キラちゃん、キラちゃんが近い、こうやって、はい、
嫌い、嫌い。ビビちゃんはお皿で食べます。ビビちゃんはね、こういう状況じゃ食う、食べれない。ビビちゃんちゃんと。めんどくさいから、ビビちゃんのお皿で食べなさい。ちょっと待って。ビビはね、おやつ食べた後ね、そのままベッドの下に体操する。ちょ待ってね。早っ、お前食べんの。早いなあ、相変わらず。